韓国ドラマ情報局へようこそ。当チャンネルでは韓ドラを中心に韓国エンタメ業界の話をお届けしています。2月に日本の OTT で配信される韓国ドラマ、全体的な数はちょっと少なめですが、同日配信が始まる新作もあり、待望の旧作が主要 OTT に登場したりと面白そうです。ということで本日は2月にネトフリ、アマプラ、ディズニープラス、ユーネクスト、フール、レミノで配信が始まる韓ドラ、一部イメージ映像で番外編には映画を添えて一気に見ていきましょう。ですがその前に、情報はすべて動画制作時のものであり、予告なく変更延期となる場合があります。詳しくは各ホームページでご確認ください。殺人者のパラドックス、ブラックコメディ、サスペンス。コンビニでバイトをしながら生活を送る静かで内向的な大学生。ある晩暴力に見舞われた彼は思わず反撃し相手を殺めるが、悪人を見分ける能力があることに気づき、次々と殺人に手を染める。そしてそんな彼を勘の鋭い刑事が追うように。その年私たちはチェウシク、私の解放日誌、ソンソック、マウス、ある殺人者の系譜、イヒジュン、他人は地獄だのイチャンヒ監督の新ドラマ。殺人者のパラドックスはネットフリックスで9日金曜に一挙配信となります。ときめく君との未来図、青春ラブコメ。足の怪我によりテコンドー選手の夢が閉ざされた高校生、ある時学校に転校生がやってくるが、それは深い溝ができてしまった小学校の時の大親友で、彼がこの学校に転校してきたのには目的があった。美しかった私たちへ、 We are Kim Yo Han。 今私たちの学校はチョイヒョン、オアシス、チュヨンウ、マエストラ、ファンボルムビョル、ムービング、チョンソクホ。大人気 KBS 学校シリーズの2021年版。ときめく君との未来図は Hulu で1日木曜に配信スタート。悪の心を読む者たち、サスペンス。1990年代後半、動機のない強姦殺人が韓国で多発。協力班の刑事は被害者の恋人を容疑者候補とし捜査を進めるが、疑問を持った別の刑事は鑑識と共に再び事件現場を調べ、そこで容疑者候補とは違う人物の指紋を発見する。熱血司祭キムナムギル、エクストリームジョブチンソンギュ、非常宣言キムソジン。悪の心を読む者たちはアマプラとフールで3日土曜に配信が始まります。僕のヤバい妻、サスペンスミステリー。美しく家事も完璧な妻がいるにもかかわらず、不倫を重ねていた夫は事業がうまくいかず、不倫相手に妻を殺害する計画を持ちかけられる。薬物入りのワインを持って夫は帰宅したが、妻の姿はなく、家には結婚と身代金を要求するメモが残されていた。パリの恋人、キム・ジョンウン。アリス、運命のタイムトラベル、チェ・ウォニョン。日本の同名ドラマの韓国リメイク版。僕のヤバい妻は Hulu で1日木曜に配信がスタート。ハピネス、サスペンスアクション。長年の夢であったマイホームを手に入れるため、高校時代からの親友である刑事と形だけの夫婦になった警察特攻隊員。だが憧れのマイホーム生活を始めた矢先に謎の感染症が蔓延し、封鎖されたマンションで彼女たちは人々を守るために奮闘することに。ムービング、ハンヒョジュ、ファラン、ゼア、パクヒョンシク、ナルコの神、チョウジン。人気のゾンビサスペンスがやっと OTT に上陸。ハピネスはネトフリで16日金曜に配信が始まります。ブランディング・イン・ソンスドン、ファンタジー、恋愛。ソンスドンのとあるマーケティング会社で働く仕事にストイックなチーム長と穏やかなインターン生。性格が正反対の2人はある日事故でキスをしてしまうが、なんと魂が入れ替わり互いの体で過ごすことに。わずか1000ウォンの弁護士、キム・ジウン。今私たちの学校はロモン。分かっていてもヤンヘジ。今作がデビューとなるキム・ホヨン。ブランディング・イン・ソンスドンはレミノで5日月曜開始、毎週月曜から木曜に日韓同時に配信されます。ここでちょっと番外編、2月に日本で配信が始まるバラエティと韓国映画サラサラっとお届け。チャジャンメン参加、韓国の美味しいを探訪、グルメ。
ジャジャンミョンとも呼ばれる韓国式のジャジャー麺。韓国では中華料理屋で食べられるほか、インスタントも種類が多く、大人気のちょっと甘めの汁なし麺。その歴史を紐解きながら料理法などを紹介するグルメ番組。大人気料理研究家ペクジョンウォンのシリーズ。チャジャン麺参加韓国の美味しいお探訪はネットフリックスで8日木曜に配信開始。覗きやサスペンスアクション。画像や個人情報を盗みお金を稼いでいたスマホ修理業者のもとに、ある日客として元人気女優がやってきた。いつものようにデータを抜き取ったはいいが、夫である国会議員から受けた DV の証拠写真が見つかった。主演はシンファ・キム・ドンワン、チャン・セヒョン、キム・ビョンオク。覗き屋は Hulu で3日土曜に配信が始まります。アタック・ザ・ガス・ステーション1と2アクションコメディ。他にやることが何もない4人の男性がある日、ただなんとなくガソリンスタンドを襲撃することに。出入りする人も巻き込んだ襲撃計画は順調に進むが、思わぬハプニングからまさかの方向へと転がっていく。ワンの主演はイソンジェ、ユオソン、カンソンジン、ユジテ。2の主演はチヒョヌ、チョハンソン。アタック・ザ・ガス・ステーション1と2はアマプラで1日木曜に配信開始。その怪物、サスペンスアクション。狂った女と町内で呼ばれる妹と生きる女の人。ある日秘密を隠すため冷酷な殺人鬼に妹を殺され、復讐のために彼を追う彼女と、殺人を終えるために追う彼。諦めることを知らない2人の追撃戦が始まった。主演はイ・ミンギ、キム・ゴウン。その怪物は Hulu で4日日曜に配信がスタート。以上が番外編。2月に配信が始まるカンドラに戻りましょう。キマイラ犯罪サスペンス。韓国を震撼させた連続爆発殺人事件、キマイラ事件。35年後にその事件を彷彿とさせる爆発が起こり、刑事、プロファイラー、外科医の3人がそれぞれに違う目的を持ち、過去と現在が複雑に絡み合う事件の真相を追うことに。イカゲーム、パクヘス。青い海の伝説、イヒジュン。キョンソンクリーチャー、キムスヒョンことクローディア・キム。キマイラは Hulu で3日土曜に配信が始まります。ホンチョンギ、ファンタジー恋愛時代劇。魔王を封印する儀式が行われ、それぞれに呪われて誕生した男女。後に2人は運命的な出会いを果たすも、男児は家族と視力を失い、盲目だった女児は魔王の力で視力が回復。そしてその19年後に2人はまた再会をする。マイデーモン、キムユジョン。社内お見合い、アンヒョソプ。エクストリームジョブ、コンミョン。アリス運命のタイムトラベル、クワクシアン。最高視聴率 10.4% の人気ファンタジー作。ホンチョンギはアマプラと Hulu で1日木曜に配信されます。チリさん、君へのシグナル、ファンタジーサスペンス。2018年チリ産国立公園に入ってきた新米レンジャーは、ベテランレンジャーと組んで続く奇妙な事件に立ち向かっていた。だがその2年後、チリ産に彼の姿はなく、彼女は彼と追っていた連続殺人犯の正体を独自に調べ始める。青い海の伝説、チョンジヒョン。クン・ラブ・イン・パレス、チュジフン。最高視聴率 10.663% の人気サスペンス。チリさん、君へのシグナルはネットフリックスと Hulu で2日金曜に配信スタート。 You Raise Me Up、 ラブコメ。公務員試験に落ち続け、自分を卑下する日々を送る男性がある日、勃起不全だと気づき、勇気を出して泌尿器科を訪れる。すると診察した医師はなんと高校時代の初恋の人で、しかも彼女には恋人がいるがうまくいっていない状態だった。緑豆の花、ユンシユン。愛だと言って EXID、 ハギことアンヒヨン。シークレットミッション、パクギウン。 You Raise Me Up はアマプラと Hulu で1日木曜に配信開始。ラブソリューション、愛の解決策教えます、法律、ラブコメ。夫に裏切られ全てを失い、悪い配偶者たちに復讐するべく離婚解決士に転身した女性と、実力と根性のある弁護士が手を組み、不幸な結婚生活に悩む人々のためにソリューションを提供していくことに。ペントハウスシリーズ、イジヤ。ウヨンウ弁護士は天才肌、カンギヨン。
ラブソリューション愛の解決策教えますは U-NEXT で1月31日から韓国放送と同日の毎週水曜木曜に配信されています。ロイヤルローダー SF サスペンス。シングルマザーの下で貧しく育った青年はある時、父が財閥の人間で自分は御曹司であることを知る。社会のトップに上り詰めるために賢い友人と手を組むが、野心あふれる女性によって彼らの計画が脅かされる。偶然見つけた春、イジェウク。モラルセンス、君はご主人様、イジュニョン。都会の男女の恋愛法、ホンスジュ。ロイヤルローダーはディズニープラスで、開始日は未定ですが2月に配信が始まる予定です。いかがでしたか？見たい作品、見ると決めた作品はありましたか？ぜひコメントで教えてください。今後も韓国ドラマ情報を中心に韓国エンタメ業界のお話なども配信していく予定です。それではまたお会いしましょう。